8キロの五島のカンパチ。うわ、しっとり。うまっ。あ、うまっ。毎度です。アウの松本です。いつもありがとうございます。はい、今日はね、市場でね、うまそうなカンパチを見つけてきたんですよ。まあ、これから美味しくなりますんで、今日ね、カンパチをさばいていきます。今日もよろしくお願いします。はい。それではね、今日はね、8キロの五島のカンパチ、うまそうですね。まずね、鱗を引いていきましょう。はい、では頭を取っていきましょう。白くうまそうだけどね、今日刺身。じゃあ、さばいていきましょう。そうしましたら、まあこれは今日新しいんでパンパンなのでですね、こう見てください、この油がすごいんですよね。これね、少しちょっと熟成させていきましょう。今日は背中の方がいいな。じゃあ一回渡して、こう見てください、ここね、血合いもね、これ霜降ってるぐらい、これは期待できますので、ね、これ1週間で、ね、寝かしていきましょう。ここですね、こいつを寝かしていきましょう。はい、それではこちらですね、ビールにくるんでラップをしていきます。で、ここからですね、空気を、ね、水に入れて抜いていきます。こんな感じですね。はい、この状態で真空になってますので、ここに氷を入れていきます。これでちょっとね、様子見ながら血がね出てるようだったら、こうリードペーパーを変えながら大体1週間氷温で熟成させていきます。はい、それではね、1週間経ちましたんで開けていきましょう。しっとりしますよね、持った感じ分かる。うわ、しっとり、これうまそう。はい、それでは皮を引いて磨いていきます。血合いはね、使わないので結構厚めに皮を引いても問題ないですね。それではね、これ結構贅沢にね削っていきましょう。この身のしっとりしてるところをいただきます。
ちょっと薄くね、磨いていきましょう。贅沢ですけどね、こう贅沢にしがいがあるこの味は。はい、それでは完成しました。待ちましたよ、1週間熟成の天然カンパチです。はい、それではお待たせしました。いや、もう待ったのは私ですね。はい、それでは1週間待った甲斐があるかどうか食べてみましょう。いただきます。いただきます。うん、今まで食べたカンパチ一番うまい。これうまっ、あんま、もうなんか甘エビみたいな甘みがある。これはやばいな。それでは皆さん、この季節はこれでしょう。いただきます。乾杯。うん、幸せですね。いただきます。うん、何度食べてもうまいな、これ。あー、まあ、やっぱ寝かすと甘いですね。もしよかったら皆さん、型のいいカンパチ見つけたら、ぜひちょっと熟成試してみてください。それでは今日もありがとうございました。関根陣長。